さあマイケルさん対ヤックンさんですね。さあ雷撃手の対応が完璧。大パン、飛行剣たまに置くとね、たまにポチポチ当たってるんですね。さあ砲翼線の動きが見える。さあこれは砲翼線の入力していたんですが、入力が切れましたね。電源陣の発動を見てから砲翼線をやるという入力をしていたんですが、さあ幻影陣がないとやはりチュンリーをさばくことは難しい。マイケルさんがまずは1ラウンド選手。ロッキング、さあケアしているが読み切っているヤックンさんの幻影陣。5番ターゲットのスタートです。かなり減ります。スピード投げ投げて、まだ投げる。もう一丁中足、上から乗っかるがマイケルさんの暴れ早い。しかしテスさん現役発動、前方転死で崩して、さあこれは体力調整してちょっとでもゲージを貯めていきます。さあヤックンさんの幻影陣コンボ判断がお上手。ファイナルラウンド怖い。あっち行けっていうね、うかつな通常攻撃ができない。やるとあんなことになっちゃう。手前落ちにはコパコパ攻略、技術と読みも見せていく。さあ確定しなかった。まずはマイケルさんが一本選手。いや随所にお互いのすごいところが見られましたね。さあ手前落ちに立ちショー、しゃがみショー見せていきますね。しゃがみ中キックだったらもしかしたら乗っかられてるかもしれないですね。しゃがみ10番からの砲翼戦って結構急いで入力しないと間に合わないんですけどね。レバー操作も抜群ですね、マイケルさん。さあ見ていきましょう。痛すぎる。投げは抜けて、さあブロッキングからのブロッキング、小木に切り替えてゲージ貯めて幻影陣、リープはガードして、さあコパーテで切り返す。鉄山鉄山打開絶唱、結果痛いダメージ。鉄山投げ抜けて画面端は脱出。絶唱はちゃんと空中ブロッキングでケアしている。これはさあ出なかった。前方転身崩して中継中継打開絶唱。さあどう出るか。さあ2発ある。さあ前に出る、中央まで仕切り直して、ここはヒット確認ちゃんとしている。中足ガードして砲翼線出さない。あー上からきた。さあ幻影陣のゲージは空になりましたが1ラウンド取っていく。しゃがみカフターで痛いのだけ。中足砲翼線1攻めは百列高いガード、中足同士相打ち。ここはもうヤクルさんプラン的には幻影陣のゲージを貯めてというところでしょうか。前落ち雷撃投げているのはヤクルさん。ガードして抜けて、さあ今の弱点も攻撃戦きっとやってたんだろうな。さあ幻影陣をほぼ無傷だけ。僕キャンセル、状況をしっかり見ています。さあガード堅い。さあ手着地には絶唱、コマンド投げ絶唱して、旋風旋風鉄山古木絶唱減りますね。ブロッキングブロッキング2発まではいけなかったが読みが鋭い。手前落ちはガードが間に合う。怖い、あー怖い。絶唱っぽいのが漏れたか。小翼線当たって中段はガードしている。さあこれは小翼線が出てかさだりにならない。しっかりフルヒットして空中ターゲットしっかりつないでマイケルさんの勝利。ちょっと放翼線かさだりするのかな、微妙。